どうも、エルザです。それでは、ウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さあ、今回は、こちらの小型機械使って侵入していくと。さあ、データセンターに侵入しろということだけど、ジャンプ。意外とジャンプ力高いね。で、インタラクト。お、ハッキング。開いたー、すげえな。おお、そっちか。さらに置くか。すっごいね。監視カメラをミラーリング。お、すげえかっこいいね。さ、こっちも。SNS のデータを収集中と。データを奪っていってるんだね。メタデータを発出か中と。さあ、クラスターデータにアクセスと。以上に状況悪いな。ああ、でもまだ終わったわけじゃない。あんたが最後の望みってわけだ。はあ、これで僕のキャラが決まるわけか。最初の工作員。いろいろいるね。ちょっとじっくり見ていこうか。あ、でもここまでか。銃も欲しいけど。最終的に医療品とか欲しくなりそうだから、あ、医者で行こうか。さあ、レジスタンスへようこそ。愛車カーンがあなたのデッドセックチームの最初のメンバーとなります。新メンバーを採用して引き続きチームを拡大させましょう。すげえ笑うんだ、めっちゃリアル。おお、すげえ。まだ諦めてないならデッドセックに来な。セーフハウスの座標を送るから。セーフハウスの座標は、あ、そこで会おう。うん、わかった。へえ、マジか。じゃあ早速乗っていこうか。ああ、情報が見れないか、まだ。見れない。これ、スカウトいつできるようになるんだろうね。よし、じゃあちょっとオートドライブも飽きてきたんで。やばい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 。意外と早い。
ああ、車の運転難しいね。ドリフトはできると。うい。セーフハウス入り口ね。自動運転中です。さ、見つけないといけないんだけど、どのあたりかな。すごいな、普通に喧嘩とかするんだね。ここではない、この辺りっぽいんだけどね。あんたのオプティックにパッチをダウンロードしといた。これでこっちのセキュリティシステムにアクセスできる。そいつはデッドセック以外のやつを弾くためのもんだ。手動でオーバーライドしな。うん、わかった。何でもいいよ、ワクワクする。さて、バイパスパズルを表示する、これか。そっちか。回転。すげえ。ごめんね、お兄さん。あっちか。ぐーって回って。解除。で、これも解除と。よけかな。後で下で会おう。おい、知り合いか。すごいね。へえ、ワクワクしちゃうな。あー、結構この軽い感じは好きかもしれない。いやー、これ他のキャラクターの喋り方も気になるね。で、面白かったのは、結構年齢高めが多かったんだよね。50代のキャラクター多かったから、20代が多分この女の子ともう一人とかぐらいかな。いやー、でもすごいよくできてるな。ねえ、誰かいる？電気はどこだろう？まあ、お？バッグには提供でお送りするザ・バグ反政府主義。はい。一応ね、UBI ソフトさんのゲームでいうとディビジョンかとかしてて、ディビジョンは舞台としてはアメリカなんだけどね。取れるものは取っておく。結構細かいのよ。なんだけど、やっぱそれに近いものやっぱ感じるね。すごいな。めちゃくちゃ楽しいもん。そんなやってないけどね。普通に細かく見るだけで楽しめる。これはフロッピーディスク。大事なやつかな。これそのうち情報詰まってんだろうね。あったあった。人間という商品。めっちゃ落ちてるじゃん。あー、でもこれを録音として使うっていうのまた面白いね。
使えない。あったね。インタラクト。さあ、補助電源をつけて。デッドセックの登録者を検知できません。身分を明かさなければ出口を封鎖し、あなたのオプティックに保存されている酩酊状態で書かれたメールの文面を一字一句漏らさず読み上げ続けます。ちょっと落ち着いてよ。ザビーネに言われてきたの。ザビーネは生きているのですか？それは朗報ですね。私はバグリー、デッドセックの超高性能 AI アシスタントです。どうやら数ヶ月の間私は稼働していなかったようです。細かい話はさておき、私をデッドセックネットワークにつないでください。そうすればあなたが想像する以上の能力を発揮、いや、その私の停止中に何があったのか把握できます。数ヶ月後なんだ。あ、だから落ち着いてるんだね、みんなある程度ね。これか。マスク、ワードロープアイテム。マスクか。そういえば、よし、ネットワークに再接続してデータベースをダウンロード中。ニュースアーカイブも、ウェアはテロリスト集団デッドセックがロンドン市内で爆破事件、ダルトンウルフが死亡。これはいけない。問題が山積みです。ねえバグリー、デッドセックが犯人じゃなければ誰が爆破したの？ダルトンの件以来、私のメモリには空白があります。正直にお伝えすると、議事堂の爆弾は私が解除しました。ですが私がダウンした後で何が起きたのかは把握していません。正体不明のハッカーグループゼロデイが関与していたということは分かっています。おそらく彼らが事件を画策し、デッドセックに罪をかぶせたのでしょう。こちらの端末へ来てください。ザビーネからビデオ通話の要請が届いています。その前に、これはデータドライブは、ああそういうことね。ミッションも出るんだ。さあちょっと見ようか。ザビーネ・ブラントにつなぎます。彼女の言うことをよく聞いておくことをお勧めします。ようやくか、無事でよかった。バグリー、あんたのクソったれな声がまた聞けて嬉しいよ。記憶は残ってる？全く。最後の記録は本部が襲撃されたところです。手がかりはゼロデイという名のグループ、ご存知ですか？いや、でも本部を襲ったのも議事堂にいたのと同じ黒服だ。そいつらがそうだろ？全く隙がなかった。全員撃ち殺されたよ。嘘でしょ？どうやって助かったの？下水道を通ってカムデンに逃げた。知り合いが町から出してくれて、今は北部で身を隠してる。堅実ですね。あなたは監視システムで重要人物とされています。部分的にでも一致すれば追跡射殺されるでしょう。みんなからのデッドセックの評判って最悪でしょ？危険な賭けに出るのは嫌いじゃないけど、これはリスクが高すぎるよ。リスクなら当然嫌ってほど分かってる。仲間を、全てを失った。それでも結局ロンドンは見ての通りだ。救うことができるのはデッドセックって存在だけ。レジスタンスが必要なんだ。ここが始まりだろ？そうだね、やってやろう。素晴らしい。新規ユーザー登録、デッドセックへようこそ。丸腰で行かせるのはあまりに無責任というものです。セーフハウスにはデッドセックに必須となる装備があるのでご利用ください。お、これが必須かな。テクノロジーアップグレード、テックポイント。ああ、やっぱテックポイントとかあるんだ。至るところで見つかると。ガジェットとウェポン。あとはテクノロジーを装備と。
はいはい、タッチパッドで開いて、スパイダーポッドで潜入型は AR クローク、カモフラージュか、めちゃくちゃいいね。これは持ってる、スタンガンだね。いや違うか、追跡ドローンハックは持ってる。グレネードランチャー、なんか不気味なやつ出てきたね。タレットハック、あーハックか、どちらかだね。ステール性を、重視したテイクダウンが可能なスパイダーポット。うわー、ちょっとどっちも使いたいけど AR クロークか。いや、こっちかな。透明ちょっといいなと思ったけど、なかなかだね。で、チームはこの子と今のところは。で、カスタムは銃とガジェットがスパイダーポット。データ。テクノロジーがさっきの画面あって、ミッション。顔認証技術から身元を隠せる高度なシステムがあります。マスクです。ついでに、あなたのワードローブの中身を新しくすることについても話し合いましょう。まったく、ご自分の姿を見てください。さあ、ワードロープが衣装なんだ。アウターインナー、あ、さあね、ダウンロードコンテンツも来てるね。マスクは？これはあれだね。ダウンロードコンテンツのやつだね。これも、あ、これはこれで好きだな。これかな。アウター。あ、やっぱポイントがいるよね。安くはなってるけどね。シューズ、フェイス、レッグウェアと。ああ、細かくあるね。インナーは、でも意外とデフォルト好きだな。はあ、これコンテンツっぽいのか。指輪、シューズ、あー悪くないか。これ一式にしたら最後よね。いくら立派な装備を手に入れようと、基礎は大事だ。まずは素手で立ち向かう方法を学んでもらう。こっちが武装してればアルビオンもエスカレートして撃ってくる。そうなれば市民が巻き添えを食らうかもしれない。デッドセックにとって銃器の使用は最終手段だ。コニー・ロビンソンとはもう会われましたか？彼女はパブのオーナーでオールドデッドセックとつながりがあります。加えてアマチュアボクシングのチャンピオンでもあります。彼女に鍛えてもらえば誰かが殴りかかってきても怖くありません。ほう、じゃあちょっとこのチュートリアルはやってみようかね。いろいろね。さあ、まずは基本の攻撃から。パンチね。遠慮しないで殴りかかってきて。おいおい、悪くないよ。あれ、今のでいいの？ブロックをかいくぐって、そう、弱点を狙うの。そろそろ慣れてきた。細かいね、動きね。スウェイはないと。そう、それでいい。あ、スウェイあるね。
これか。はいはい。三角はダメ。ああ、殴り方的には本当華奢な子って感じだね。画面外で殴るのかわいそうだろ。ちょっと待って、いきなり。おお、くぅ、あ、最後の蹴りはひどかったな。カウンター狙うの面白いな。アンイージーマスクゲット。新人工作員がゲット。ハリエットパークね。自滅したり銃を早く抜きすぎて撃たれてはならないことくらいは分かっていますか。ゼロデイを見つけて阻止する方法を考えているのですが、実体のある人の協力が必要です。準備ができていると良いのですが。うちがかどうかした？正直言うとね、いっぱいいっぱい。私ちゃんとやれてる？ゲームみたいで実感がなくて。うん、その気持ちわかるよ。でもこれは現実、ゲームじゃない。とにかくやるしかないってことだよね。アドバイスありがとう。ああ、この子の格好だったわけね。それならちょっと被るのも嫌だから、これでいくか。そのうち衣装欲しいね。おお、これかっこいいね。んじゃ、セーフハウスから出るか。いやー、今ね、でも今の状況っていうかロストするんで、しくったら終わりなのよね。いやー、ロストするって意外と緊張するな。どうなんだろうね、一人のキャラヘイト上がるんだろうか。なんか指名手配じゃないけど、なんかありそうだよね、そういうのはね。指名手配されたときはめちゃくちゃ。お、採用開始。一緒に戦おうよ。本当はそうしたいんでしょ。後悔させないから。君の噂は聞いたことがある。デッドセックだな。ならいい話があるぞ。続けて。その日いつも通り仕事に向かったんだ。そしたらあるメモを手渡された。そこには部署の人間が全員交代になったと書かれてた。ひどい話だね。確かについてないが、どうやら話はそれだけじゃなさそうだ。要は300人もの有能な社員を一夜のうちに一斉に入れ替えたというわけだ。どう考えたって怪しいだろう。つまりデッドセックに調べてほしいの？その後任が何者なのかとか。その通り。力を貸してくれ。働きに見合う礼をすると誓うよ。たまらんね、一夜にして入れ替わりか。さあ、デッドセックチャプター開始と火花を散らせか。まあ、とりあえずいっぱい飲んでね。テクノロジー企業が非道徳的な活動ですって。普通なら考えられないことですが、すぐに調べましょう。任してよ。任せて。それで資金が上がるのなら
口出しはしません。士気は上がったけど周りがフラフラだね。いやすっげえな。まあまあ、そうだね、今回まではちょっとチュートリアルという感じなので今回ここまでにしたいと思います。次回は実際に、そうだね、ファストトラベルできるのか、メインはやっていこうかな。多分メインになるよね、この後ね。メインと採用ミッション別なんだ、ヴィンセント・ディクソン。そうだね、基本的にメインやっていって採用ミッションは別でやっていこうかな。候補者も出ると。はい、ということで今回ここまでとなります。ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価のぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またね。